それではステージ21の下田社長にお話を伺いたいと思います。はい、下田です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。社長、はい、このお車なんですが、はい、もうベースは見た通り、はい、鈴木エブリーですね。ですね、はい、それではですね、早速お車の方を見せていただきたいんですが、はい、まあ、社長のことだから仲間ですね、ですか、かなり仕掛けがあるんじゃないかと思うんですけれども、はいはい、それでは早速中の方を見せていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ものすごいシンプルでしょ。これはシンプルですね、はい、シンプルに作ってあるんですが、うん、特徴はですね、まあこれデモカーなんですけど、一応この壁の色、それからベッドの色、これがどっちかっていうとカリフォルニアを意識した色に作ってあります。なるほど、はい、なおかつこういう木の素材をアンティーク調な、逆にこのコントラストですね、うんうんうん、これがどうかなっていう感じで作ってるんですね。今欧米なんかではバンライフっていう生き方が流行ってまして、要は日本でいう車中泊車みたいなのに、例えばオフィスにしたりベッド積んだりとか、そこの中で生活をしながら、仕事もしていくっていう流れが非常に流行ってきているんです。ですから日本にもその波は来ると思うんですが、とりあえずいろんな方たちが今結構キャンピングカーブームだよね、車中泊車ブームだよねっていう声ものすごい聞くんですね、一般の方たちから。だけどその方たちってどういう車を買っていいかわからない、いくら積んのかもわからない、そういう方たちが非常に多いんで、そういう気になさってる方たちのために作った車です。なるほど、はいはい、作り込むというか、はい、がっちりした形でやるんじゃなくて、はいはい、まずはこんな感じからスタートしたらいいんじゃないのという感じの提案ということですね。そうですね、例えば今軽自動車の世界で結構人気がある、売れてる車ってハイトワゴンっていうのが売れてましてね、スズキもダイハツもホンダもハイトワゴンっていうのがかなり台数販売してるんですよ。それらがですね、だいたい乗り出し価格が200万円ぐらいなんです。今軽でも200万するんですよね。そのくらいお出しになって買っている。ただそれって人を運ぶため、物を運ぶための車じゃないのっていう感じですよね、うん、それしか使えないんじゃない、まあいろいろベッドキットとかあるんですけどね、でも結局不自由な思いして使わなきゃいけないな。でもだったら同じぐらいの予算でこうやって平らのベッドになって電気も使えて全て用意ができた車があったらいいんじゃないのっていうのが一つの考え方で、でこういう車になってきました。なるほど、はい、そうすると、はい、普通に軽自動車を購入するような金額で、はいはい、あえて車中泊も、そしていろんなそのサブバッテリーとか、うんうんうん、いわゆるその車中泊もこれだけあれば、はい、とりあえずは行けちゃうよっていうところを、ね、ただ走って人運ぶ物運ぶだけじゃなくてシェルターにもなるよみたいな、そういう欲張りな車を同じ予算で提供できないかなっていうのがこれなんです。なるほど、はい、社長じゃあもうだいぶですね、はい、冒険されたと、そうですね、思うんですけれども、はい、まず一番がこういう K のワンボックスですから収納がなければいけないっていうので、一応ここがですねこういうステンレスのフレームの中にこう全部収納できるようになってます。こっち側もそうですね、こっち側も収納できますね、物を入れたりとかできるようになってて、でなおかつここにあるベッドっていうのをこう後ろに持ってきますとね、セカンドシートがこう上がるようになりますから4人乗りで使えるようになりますね、うん、なるほど、はい、その、うん、シート展開、はい、お願いしていいでしょうか。はい、わかりました。はい、はい、これで終わりです。
これあの PC というグレードで、はい、ちょうどエブリーにしては真ん中ぐらいのグレードなんで、うん、ここなんかもベンチシートになってますけれども、この一つ上なんかだとこれがセパレートシートになった車なんかもございますけど、同じような形でこう展開できますね。なるほど、はい、そしてまたその上が、はい、あのヒエゾー X ですね。これはうちが開発したクーラーなんですが、あそこのヒエゾー X と室外機であるあそこの、クーラーボックスですね、はい、コールマンのクーラーボックスがあるんですが、はい、あの中にあの冷媒とかお水を入れていただいて、スイッチ入れることによって水があの中循環しましてね、あのルーバーの中にラジエーターが仕込んであるんですよ。そのラジエーターを高速で取って熱交換した冷たくなった風をファンで送り出すっていうのかな、うん、そしてまた水がまた温まって戻ってまた冷たくなったのが循環していくっていう、そういう形の仕組みのクーラーなんですね、はい、2時間から3時間ぐらいこの中を冷やすことができますね。ポータブルバッテリーが乗ってるんですか？そうなんです。実はですね、この車の電源は全部ポータブルバッテリーで済ましてます。うーん、上に乗っかっている 180W のソーラーパネルからポータブルバッテリーに充電する。もしくはあれだけ外してお家に持って帰って AC で充電するとか、あるいはシガーコンセントに差し込むと充電するとかっていう 3way の充電方式があるんですが、それから 100V、 これは 300W の制限波のインバータがついてますんでね、パソコンなんかも普通に使えますね。それから 12V のシガーソケットがついてまして、 USB の端子もついてますのでね、いろんな形の電気に対応しているバッテリーになりますね、うん、でバッテリー自体はリチウムバッテリーが内蔵されているので、充電が早く速やかにあの満充電することもできるってことですね、うん、はい、普通にこの中で車中泊して普通の電気を使いになるには多分十分だと思います。で例えばもっと容量が欲しいというお客様に対しては、あれのもうちょっと上のランクってあるんですが、それをつけることによって、例えば 300W から 400W のインバータになったり 500W のインバータになったりってことも可能なんで、グレードアップはできるんですね。そうすると、はい、社長、この車のコンセプトは、はい、軽自動車をお買い求めになる金額で、うん、はい、ここまでそうですねできると、はい、で目に見えないところなんですけど、もちろん断熱入ってます。天井とか横とか後ろとか全部壁にも断熱が入ってます。この車も断熱が施されているということですね、はいはい、そうです、フルに入ってますね。あのなかなか自作で作ろうと思っても断熱材は入れられない人が多いんですね。これはやっぱり我々プロの仕事なので、断熱材が入ったりとか、このオリジナルのカーテンですね、これでぐるっと360度囲うようになってますしね。これは遮光カーテンになるんでしょうか？遮光ですね、はい、完全にではないんですけど、太陽を遮る遮光カーテンになってますね。でも今、はい、かなりカンカン照りな状態ですけれども、はいはい、 そうですね、はい、それでもそうですね、中涼しいでしょ、ヒヤッとしてますよね。ヒヤッとしてますね。そうですよね。これくらいやっぱり断熱効果が、あとはカーテンの効果があるってことじゃないですかね。はい、はい、キャンピングカーって言いますとね、普通あいいな欲しいなっていう方はよくうちの会社に来るんですけど、これいいですねっていろいろ商談してて、最後に納期って言った時に半年かかりますよとか1年かかりますよっていう、やっぱり納期の車があるんですね。いやそんな感じやって言って諦める方も結構いらっしゃいます。ただまだね、半年1年はいい方で、2年なんて話も聞きます。ですからそういうこともないようにできるだけシンプルにうちも作れて、短期間のうちでこれら構築できてっていうことを目指したいなっていうんで、このプロジェクトスタートしてこういう車出来上がったんですが、この車のご注文いただいたとしたら3ヶ月以内に納車させていただきます。そのくらいで、納められる体制を作りました。各ビルダーさんもね、一台一台作っていくから、はいはい、やっぱりどうしても納期が長くなってしまうっていうところもありますけど、はい、早く、そうです、1日でも早く納車できるような体制を社長のところ組んでくれてると、はい、ということですね、はい、少しでも納期の部分もそう、あとはその
車両価格の方でもそう、それをこう抑え込めたらいいなと思って作った車なんです。こちらの方の車内はすごくこうシンプルな感じですけど、はい、でも広々となってます ね。水回りはつけてません。今すでに車中泊者を乗ってるお客様からアンケートを取った結果なんですけど、ついててもほとんど使わないってお客さんが圧倒的に多かったんですね。あ、そうなんですね。そうなんです。で、そのスペースがあるんだったらもっと寝る場所を広くしてほしいっていう、そういう意見からこういう車を作ってます。そしたら社長、はい、早速ですが、はい、ベッド展開の方、はい、お願いしていいですか。分かりました。これでベッドになりました。これは手軽にもうベッド展開ができちゃうわけですね。そうですね。そうなんですよね。で、真っ平らで寝ることができる。この厚み見ていただくと分かるんですが、実は65ミリありまして、そのうちの50ミリが硬質ウレタンで作ってます。割と固めのウレタンなんですね。ふわふわ、ふにゃふにゃじゃなくて、腰が痛くならずに済むような形にとってあります。なるほど、はい、しっかりしてますね。そうですよね。実はこのシートなんですが、はい、うち の、 インドネシアの工場で縫製してるんですけども、意外と見えないところに木を使ってるんですね。それはね、裏側ご覧になっていただくと分かるんですが、普通はこの辺でカットしてタッカーでパコンパコンパコンって打ってるのが多いんですけど、これはね全部裏側も貼ってある。ここ手で縫ってあるんですよ。はあはあ、ですから袋状なものを作って、この中にこのクッションなんかを詰め込んだ後、ここで処理してるっていう形ですね。これは日本では面倒くさがってほとんどやりません。それを惜しげもなくこういうふうに作ってるのはやっぱりインドネシアならではじゃないかなと思ってます。あ、そういったところも手を抜かないと。そうですね、はい、そこが社長のこだわりと、はい、いや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 、そんな感じですかね。それもこれもやっぱりインドネシアに自社工場があるんでできる技なんですけどね。まあそれでもしっかり細部までこだわってますよとそうですね、言ったところが本当に見えますもんね。社長、こちらもナビが、はい、これカロッツェリアのラクナビっていう7インチのナビを標準装備にしてます。ナビも標準装備になってるわけですね、はい、そうですね。あとバックカメラですね、これも標準ですね。さて社長、はい、今このお車見せていただいたんですが、はい、ズバリ、はい、おいくらになるんでしょう。はい、ズバリですね、165万円になります。165万円、はい、今まで申し上げた装備、ソーラーパネルからヒエゾ X から、まあ断熱材とか全て入ってます。その中に税金とかプラスプラスになってって乗り出し価格ですねは195万円ぐらいになります。この195万円っていうところが今人気のハイトワゴンのスズキとかダイハツとかホンダが出してる価格とほぼ一緒なんですね。ですから人物を運ぶための車だけじゃなくて、車中泊ができてなおかつこうやってシェルターになるっていう、こういうのもすごくおすすめ。初心者の方でさあこれから車中泊しようかなっていう方にはすごいおすすめだと思います。うちもラインナップあるんですが、もっと高い車もあるんですけどね、最初から300万出して軽自動車買ってっていうとちょっと怖いじゃないですか。で実際その車中泊と歌われてる車でもどこまで使えるかって分かんないですよね。
例えばうち180ワットのソーラーパネルつけてるっていうのもこれ意味がありましてね、やっぱり室内で使う電気を賄うためにやっぱりそのくらい必要なんですね。じゃあそれが30ワットとか50ワットのソーラーついてるからこれで電気作りますよって言ったところで、それは携帯を充電する電気ぐらいは作れるかもしれませんけど、実際に車中泊していろんな電気を使うっていうのはちょっと無理があると思いますね。お金もかけないで低予算でこういう車でスタートされるのが一番車中泊初心者にとってはベストじゃないかなと思って開発しました。でも社長、はい、この車は断熱も施されてるんですよね。そうです、はい、そうです。そしてソーラーパネルがついていて、はいはい、そういった意味では、はい、スターターキットっていうんでしょうか。そうですよね、初心者の方々の、はい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 、でもここから例えば使っていて、はいはい、あ、ここをこういうふうにしたいなとか、うんうん、っていう場合に、はい、後から社長に相談して、そうですね、あのグレードアップできるように設計してますんで。なるほど、そういうことですよね、はい、そういうことです、はい、だからこのままで終わりではなくて、はいはい、最初はじゃあここからでいいじゃないかと、はいはい、いうことですよね。そうですね、まあ、ここからでも十分なんですけどね、うん、でも、うん、もうちょっと贅沢で、あ、冷蔵庫を置いてずっと回していたいなって言ったらやっぱりそういう年のことができますので、ご相談いただければと思ってますね。そうすると、はい、まあ、本当にこう使ってみて、はい、それでどんどんこう欲しくなってきた、はいはい、こういうのをつけたい、ああいうのをつけたいっていう場合にまた社長に相談すれば、そうですね、本当にいろいろそういうふうにグレードアップ、はい、バージョンアップが可能だ、はい、ということですもんね。なるほど、ですから初めの一歩として車中泊をお考えの方はぜひご検討いただければと思いますね。今日お忙しいところありがとうございました。はい、ありがとうございました。